はようございます、こんにちは、こんばんは。ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティです。お相手は私山田大輔と、もう一人この人です。夏が待つ同水どうしたんですか海坊主ですどうしたんですか何、どちらにお住まいですか今まあこれはまああれだ、オラサ村では夏が待つ同水だそうですかどこの村ですかそれ俺らもあっちの方の村だよ、本当に札幌の近くにあるだろうあれどうしたんですか、もうバラバラじゃないですか、もうもうね、あれなんだよコメントプランがバラバラじゃないですか大丈夫ですか年を取るとこうなるっていうあれなんだけどね。 あなた今日の収録日が、はい、お誕生日ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おいくつになられたんですか海坊さん。もうね、はい、味噌プラス1ですね。おお、味噌プラス1 はい、そうですか、はい、31、はい、海坊主さんも31年生きるんですね。そうですね、割と31年生きる方ですね海坊主って平均年齢どのくらいなんですか。いや、短命ですね。あ、そうですか。20まで。最近ね、はい、あの犬とかも随分、はい、長生きするようになったみたいな。そうですね、平均寿命が伸びてるんですね。伸びてますね。犬とかもね、はい、以前はね10年ぐらいのものだったのが今15歳超えてるんですってね、はい、海坊主もこれ。いや、だから少しずつ少しずつ医療が発達してきて、はい、やっぱり海坊主の平均年齢、平均寿命っていうのも上がってきてるんですけども、ね、まだまだこれからですね。まだまだ、はい、ねえ、どのくらいなんだろうな結局答えがだから20ぐらいです今、平均寿命、はい、そうなんですか、はい、超えましたね。超えましたね、はい、これからじゃあ人生プランどういうことしてやろうって考えてますか。いや、これからもゆっくり生きていこうかなとスローライフですよ。どうしたんですかいや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 、あなたがこのノースアイランド来て10年になるんですよ。そうですね、だから20代をね駆け抜けたわけですよ、はい、そうですね、ほぼ全てをね、はい、で30代入って、はい、もう30代入るとそうなるんですか。いや、もうスローライフです20代の時あなたそんなこと言ってなかった。言ってなかったですね。ねえ、なんか突っ走るようなこと言ってた。はい、ね、まあ、だから全力疾走で20代ですよ、はい、いや、だから海坊主は短命ですから、はい、短命ですからその20代をまあ突っ走ればいいかなと思ったんですけども、はい、ここまで長く生きると思ってなかったんで、まあまあまあ、そしたら今度はスローライフ、まあ細く長くあの20代のスローガンは確かに太く短くだったんですよ、はい、30超えると細く長くに変わりましたね。あ、そうですか。シフトチェンジしました。で、それで田舎にお住まいになって、ね、いつの間にかいつの間にか夏が松戸水になるわけですよ、はい、いや確かにね、札幌もこのところ雨が続いていて。そうですね、1週間ずっとこれ雨が続いている状況なんですけれども。なんすか、この映像梅雨的な感じですか。ねえ、どうなっちゃうんですか今年。今年は楽しくなりますよ、はい、ここから楽しくなる。これから楽しくなりますよ。あ、そうか、どういう風に楽しくなるの。え、どういう風に楽しくなるの。もう7月から見ててください。はい、もう7月からご覧なさいよ。なんすかそれゲラッゲラ笑うってことですか。そうです、もう7月からはゲラッゲラ笑いますよ。どういう意味で笑うんだろう。もうどういう意味で。はい、まあまあ楽しくなるってことなんで。あ、はい、はい、ご覧なさい。そうですか、はい、7月になったら分かるぞと。そうです、皆さんぜひご期待ください。はい、いいのかなこれでさあ、ノースツアーズ一押し旅プラン、札幌ダジャレツアーでございます。ノースアイランドお送りしております。全10区制覇ノースツアーズ一押し旅プラン、札幌ダジャレツアーです。内容です。札幌市内の観光地を訪れて、その場所にちなんだダジャレを考えながら進み、全10区制覇を目指します。これまで、9つの区に行きまして、最後の区は南区でございます。1年かけてやってきましたこのツアー、ロケは5日目。1年かけてロケ5日目ということになりますけれども、ガイドはいつもの通り自称札幌マイスターのベテランコさんでございます。西区の超有名心霊スポットである平和の滝、そして中央区は日の丸飛行隊の活躍で湧いた宮の森ジャンプ競技場にこのベテランコさん連れて行ってくれました。いやー、いいところ行ってるじゃないですか。いや、まあまあいいとこではあるんですよ、はい、いいとこではあるんですけど、もうちょっとなんかこう
都心部というか、はい、そういう場所かなと思ってたわけですよ、うん、まあまあ意外っちゃ意外でしたよ。あ、はい、ね、で、その都度ですね、恐怖のダジャレロシアンルーレットということを行っています。互いに3つずついったダジャレから抽選でベストダジャレが決まって、そのダジャレは晒されるというものです。ですから仮に滑ってしまったら長く晒される恐怖があるわけでございますが、ここでこの5日目に行われたロシアンルーレットで、西区平和の滝と中央区宮の森ジャンプ競技場でのダジャレをまた今回もお送りいたします。どうぞ。ああ憧れの平和宮の森ジャンプ競技場の宣教師出た宮の森殿下宮の森殿下宮の森殿下。いやもうここまで来ると素晴らしいですね。もう今後もずっと、はい、この企画が終わったとしても、はい、ノースで流し続けたらいいと思うんですよ。これをこれをなんならオープニングテーマにしたらいいんですよ。何ですかその肖像画みたいな扱いは。いやだって歌でしょまず一つ目は。はい、もうオープニングテーマにしたらいいんですよ。毎週毎週あーあーってびっくりしますよラジオ聞いてる人。急にカラオケ大会かみたいな。番組が始まったらランコさんのその歌声から始まる。一回やってみたいですけどね。まあ、だってね、あの姫代さんとかもね、昔やりましたから、はい、あの番組のエンディング手前でね、はい、確か姫代さんが突然歌い出したっていうことがありましたよね。ありましたから、いいじゃないですか、ランコさんも急に歌い出す。オープニングで、すごいですね、はい、その番組もね、うん。まあ、あとはね、あの宮の森殿下も出ましたけれども。さあ、いよいよ、札幌ダジャレツアーは最後の目的地です。南区まだついてないんですけど、南区の一体どこなのか、今週こそ到着できるかと思います。はい、さあ続きをお送りいたしましょう。どうぞ。次はノースツアーズ出た時にはもうランコさんじゃない人にしてほしいですね。だって途中からノースツアーズじゃなくなってますからね。ツアーの名前がランコさんの勝手なツアーになってますから。私はそんなこと言われなくたって何言ったりするわよ。あ、します？するんすか？あいつまでも鹿についてる職業でもないわよ。ちょっとまた若干どっか分かってますよ。じゃあもう引退されるんですね。自分がダメと思ったら引退するの。私もそろそろかなって思った日もあるといえばある、ないといえばない。結局ないですね。結局そんな大した思ったことはないってことです。まああの、まあ、このツアーの後どれだけやられるか知らないですけども、まあ引退間近だってことですね。じゃあ最近ほんとどいつもこいつもマジかマジかって言ってます。よくわかんない。マジかってあの本当かっていう方のマジかじゃなくて、あの終わりがマジかの方の近いよっていうことのマジかですね。わかんない。マジかマジか引退マジかの方のマジかですね。まもなく目的地でございます。どこ何超有名な南区の超有名船田武道具でございます。しかも5月オープンって書いてるからまだ開いてないし。違うの、5月オープンだから。あ、おかしいわね。でもオープンってなってるんだもん。5月じゃないのに。めちゃくちゃ石山緑地南区の石山緑地でございます。確かに超有名。
あなたは今から石山緑地のすごいところを1分かけて喋ります。どうぞ。そうですね、石山緑地といえば、まあ、やっぱり緑地というところで、まあ、景色もいいところでございますしね。あ、でも石山緑地ってあれですよね、あれでもどっからなの石山緑地って。あれ石山緑地も来たことありますよね。あれそれこそ蘭子さん、蘭子さんじゃねえか、蘭子さんとは来たことねえか、来たことありますよ。でも石山緑地こんなもんですか。あれ通り過ぎたわね。もう終わったわね石山緑地。あれですよね、前来た時もなんか石山緑地迷いましたよね。しかも緑地って今横切りましたけど、まだ雪積もってて緑の部分が見えてないですよ。石山白地みたいな。白じゃない。なんで最後になってまたそうやって毒吐くんですか。ラストですよこれもう。白じゃない。もうバカじゃないのに、また毒ばっかり生えてますけどね。薬屋さんとかもあるしね。あなたもしでも次このツアーに参加するときは最悪のガイド使え。なんでですか。いやもう今の時点で最悪のガイドなんですけど、これよりももっとひどくなるってことですかこれ。言うの、私が最高だってことを後で知るのよ。あなたは最悪。みんなそうよ。そうそう。ってことは、あなたが最高だって感じるってことは、もうノースツアーズ自体行きたくないですね。もっとひどいんでしょ、他の人。着きました。石山緑地。あ、でも眺めはいいっすね、石山緑地ね。はい、着きました。さあ、歌いましょう。なんだ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 。なんで、なんなのそれ、急に何の脈絡もなく、何にもかかってないでしょそれ。なんでドレミの歌で歌い出すといきなり。ひぐっちゃぐちゃだな、この人。ラストだって言ってんの。着いたわよ。はい、石山緑地よ、これ。誰が何と言おうと石山緑地よ。ただ雪がまだ積もってますね。雪？はい。雪積もってるでしょ。白いでしょ、これ。だから緑地っぽくないんですよ、まだ。おかしら。雪でしょ、この白いの。おかしらね。じゃあ何ですか、この白いの。塩？塩じゃないでしょ、雪でしょこれ。塩が積もった。ここが、宮の森ジャンプ競技場よ。なんか突っ込んであげた方がいいですか。70メートル級のここが一番すごいの。ある意味ここから飛べば70メートル級ですよね。ここはね、確かにね。あんた知らないの？なんすか？ボイチェフフォルトゥナよ。そのくだりいいんじゃないですか。長くなりませんね、それまたね。まあ、わかりました。突っ込めばいいんですか。それさっきですよね。間違ったじゃないですか、それ。フォルトゥナの話もいい。あ、ちゃんとこれ渡しなさいよ、私に。それダジャレですか。私に渡せって。ちょっとダメね。変なダジャレばっかり言わされてる、私。違うでしょ、別に。誰のせいですか。誰と話してるんですか。なんかここで第三の誰かがいるっていうことが発覚しましたけど、ね、最後10番目の区、はい、南区、はい、石山緑地よ、はい、どうなの。だから雪積もってるって言ってるじゃないですか。どうなのって言われても、雪積もってるからどうもこもないですよ。はい、山田大輔でございます、はい。すいませんね、はい、私がちょっと台本を違うページに渡しちゃった。大輔さんが渡したんですね。うん、大輔さん怒られてた。すいません、なんか申し訳ないですね。はい、
石山緑地です、うん。札幌市南区この石山という地区はですね、かつて建材に最適とされた札幌軟石、柔らかい石、札幌軟石の産出地でございます。その札幌軟石の巨大な石切り場跡を公園へと再生させたという場所でございます。展望テラスやテニスコートなどが設けられた北ブロックと岩肌が露出した特異な景観を持つ南ブロックからなります。南ブロックには石のみで作られたコロシアムをイメージさせるネガティブマウンドや五穂の丘など北海道在住の彫刻家集団サンクによりますユニークなアート空間が広がっております。ふるさと文化100選にも選出されております芸術性の高い施設ということで、うん、今回のツアーのラストにもふさわしく札幌市民が選んだ、そういう景観が良い地の第1位に選ばれたそうです。いやまあ確かにねすごいいい眺めなんですよね。雪さえなければね、うん、そう雪さえなければね、この緑地が広がってるでしょ、きっとここきっとね、はい、はい、なんか雪になっちゃってるんでまだわかんないですけど、向こうはいい場所ですね、うん、でもね、確かにね、だそうで、まあ、うん、第1位ということなんで、うん、まあ、まさにそれは、そういう意味では札幌市民が選んだ場所ですから、うん、このツアーのラストにはふさわしい地なんじゃないかなと思いますけれども、うん、さあ、もうじきすると日も暮れてしまうので早めにいいと思いますけれども、さあラストです、はい、もう1年間やってまいりました、はい、ダジャレ言い続けてまいりました。ラストですよ。いやだから感慨深いものもありますけれども、はい、なんかね蘭子さんがもう最後だっていうのに仲良くしてくれないんですよ、ああ最後ぐらいね仲良く締めくくりたいじゃないですかね。うん、でもなんかイメージもテレ屋さんなんじゃないですか。テレ屋さんじゃないです、暴言吐いてましたよテレビ人があんな暴言吐かないですよ、結構言ってましたよ暴言を。あらもう、うん、いよいよラストのロシアンダジャレルーレット。今ランコさんはですね今必死に屈伸運動をしてますね飛ぼうとしてる今度こそっていう気持ちが強いんですかね、はい、これから交互に一つずつ、はい、この石山緑地にちなんだダジャレを言ってまいります、はい、互いに3つずつ、まあ、例によってダジャレを言った後でカード抽選を行います、はい、でまあ奇数か偶数かみたいなところで、はい、その番号順に言ったダジャレが、はい、ベストダジャレとなってさらわされますが、はい、この5日目に関しては全てベテランコさんの、はい、ダジャレが選ばれて、ウムさんも言ってない体にもなってて言ってない体になったぞむしろ言ってない体そういった状況でございます、はい、まあ、手を抜くと非常に恥ずかしいわけなんで、すでに、まあ宮の森とね、はい、その前の平和の滝ですか、はい、もうかなりさらされてるかもしれないランコさんの一番嫌な一番拾ってほしくないところを拾われてますからね。そうですね、はい、で石山緑地です、どんな感じになるか、はい、いよいよこの後ロシアンダジャレルーレットでございます。ラストです。さあではいよいよでございます。長い旅も、はい、終わりを迎えます、はい、全10区制覇ノースツアーズ一押し旅プラン札幌ダジャレツアー10区目南区石山緑地でございます。参りましょう、ロシアンダジャレルーレット石山緑地編です。よーいスタート。石山緑地で飲む石山緑茶、はあ、しかもランコさんじゃなくて絶対ランコさんじゃないですよね今の氷見尾さんですよね、はい、さあ例によって先行は僕が切らせていただきました。はい、はい、この緑地のそばにあの名家のお店あるのね、石山製菓、うん、スマートですね。はい、3つ目、石山緑地に石やマー君がやってきたよ。それ誰よそれ。医者とか医者とかマー君が来ましたよっていう意味です。ああ、おお。なんなんですか。もう何なんですか。
かそれ。そうそうそう、医者とかマー君が来たよっていう意味。医者マー君。はいはい。石山緑地のゆるキャラ、イッシーと緑地。ちょっとそれ考えた、イッシー考えた。それでもあれですね、宣教縛りの厳しいものがあるけれども、僕もね、次の5つ目結構厳しいもの、近いもの考えました。いきましょう。石山緑地のバンド、石山緑地。ひどいわね。これはもう、もうそれ出たら大変ね。これ大変ね。それさらされたらもう、あなた今後生きていけないわね。もう最後だから、もう最後だから、ちょっと僕も滑れないことで下緑町。さあ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 、これを受けてのもう本当にオーラス、もう最後のダジャレですよ。そうだ、ランコさん、本当にこのツアー最後のダジャレ、ラストを飾るランコさんのダジャレ、西山緑長寮を超える、超える、超える素晴らしいものを何か考え出すのか。宮の森殿下を超える緑長寮でありたいと思ってますから、その宮の森殿下を超えるラスト、ちょっとやってくださいよ。やったってくださいよ、ランコさん。もうまずいわね、これ。もうだから、ね、今回もやっぱり4番目以降まずい感じになってますからね。イッシーと緑中あたりからちょっとおかしくなってきますから。さっきあれですか、ランコさん、6番目はあれですか。例のあれ出るんですか。例の殿下の方飛んできます。もう抜きどころかだってもうここで抜くしかなくて、もうここで殿下の宝刀、ラストを飾る、このツアー5日間のラスト、殿下の宝刀抜くかどうかによって変わってきますよ。行くわよ。はいはい、はい、どうぞラスト。石山緑地の宣教師。殿下の音抜いた。いい山緑地。多分やっぱり6番一番まずい。6番やっぱり一番まずい。あの今日一番。終了。カン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 。もう今日一まずいよ、その6番。語呂も悪いし。いい山緑地。衣も悪いし、一番6番やばいな今日。今回はここまででございます。最後のダジャレロシアンルーレットが行われました。いや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 、熱戦ですね。まあなんか回を増すごとにだん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 ひどくなってきてますね。最後の最後でもね。最後の最後で。いや、ウィボーさんね、はい、石山緑君チョール、もうご当地バンドですよ、もう。聞いたことがない。これから伸びますよ、ぐんぐん。石山生まれ、はい、石山生まれ、石山育ちの石山緑君チョール。確かにね、あの石山緑地で、はい、あの夏にライブコンサートみたいなのが行われるらしいんです、はい。まあ、そこから選出されたメンバーですね。この後行くんですけど、はい、行く様子をお伝えするんですけど、はい、なんかその石に囲まれたようなエリアがあってね、はい、そこになんかステージ的な感じで、はい、広場を作って、うん、で、バンドの演奏とかってやってるみたいですよ、はい。だってもう景色もいいですからね。はい、はい、ただ、はい、聞いたことがないんです、石山緑君チョールっていうバンドは。まだこれからですから。あ、そうですか、はい。あとドラム、いや僕でもね、石山生まれじゃないんで外されたんです。僕も入りたかったんですけど、すごいそのプロジェクトに、はい、だからちょっと僕はあのプロデューサー側として、はいはい、でもいいよね。いや、いいじゃないですか、ご当地バンドっていうのもこれからね、はい、だから10区の中で人と人と作ってったらいいんですよ。はいはい、まあゆるキャラがいるようにね、はい、あのバンド型っていいわけだ、ご当地バンドが、
いいじゃないですか、ご当地アイドルいるぐらいですから。そうだね、はい、これからご当地バンドの時代。ご当地バンドの時代です。はあ、どこに属しますか。僕だから白石区の、はい、はい、札幌市白石区の、札幌市白石区の、はい、なんていうなんていうバンドですか。白石区行ったのってどこでしたっけ。白石区は、はい、なんだろうね。白石区あれだ、あの白石区あれ、あ、でもあれ白石区じゃないか。神社は違いますね。もう忘れちゃいましたね、ずいぶん。北エールって何区でしょ。あ、北エールは豊平区。豊平区か。あれ白石区。あ、違うか。あ、白石区分かんなくなったよ。白石区どこ行ったっけな。豊平区がね、北エールか。鍛えるじゃないですか、最初に行ってね、はい、で、清田区が、なんか、あ、神社に行って、はい、あれが厚別区でしたっけね、すみません、あ、清田が神社行きましたよね、はい、白石区が、はい、あそこです、あの、リンゴ並木。あー、はい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 確かリンゴ並木、あれ白石区か。そうですよね。じゃあ、あれですよ、そこでバンドやったってことじゃあなんていう、なんていう、私があるんで、ほら、なんていうバンドですかね。そこのダジャレなんてやったなんちゃらゴールドにかけてましたよね、確か。そうですね、レッドゴールドって言ってましたね、はい、レッドゴールド言ってましたよね言ってましたよねいいじゃないですか、バンド名決まりましたよ。あ、はい、並木道レッドゴールドレッドゴールドうわー、売れないですね、これすいません、もしこれ区とあの場所を間違っていたらごめんなさい最後、南区が終わった段階で改めて全てのダジャレを振り返ります、はい、そこでそれで間違ってるかどうかが分かる。そうですね、はい、ということになります、はい、というわけで、来週はですからダジャレロシアンルーレット南区のダジャレが決まります、はい、さあ一体どれになるのかご期待ください。お相手は私、山田大輔と海坊主でお送りしました。ノースアイランド、また来週です。さよなら。